絶対上がる。絶対上がるこれで。普段はグダグダな僕が柄にもなく愛について考えてみたよ。ちょっと語らせてもらうね。全部聞かなくても理解できなくてもいいから、少しだけ耳を傾けてね。宇宙から見たら君と僕とのこのちっぽけな距離だってすごい単位で離れてるんだって。でも向かい合って一つになれた時、宇宙から見ても僕たちの距離はゼロなんだって。一つになる、これが愛、永遠の愛って存在するのかな。永遠って今この瞬間の積み重ねじゃないかな。だから永遠は時間を超えた今この瞬間なんだ。愛する今この瞬間、この瞬間、それが Love is real, Love is just now, Love is right. 普段はグダグダな僕が偉そうに愛について語っているね。もうちょっと語らせてもらうね。全部聞かなくても理解できなくてもいいから、少しだけ耳を傾けてみてね。アメリカ人ってよくラブを口にする。結婚の時は神に誓う。でも離婚率は世界ナンバーワン。ラブっていうのはさ、相手のいいとこも嫌なとこも許し合い受け止めることをラブって言うんじゃないのかな。神様が僕たちを全て許して受け止めてくれるように、これが愛。人に愛される努力をする前に、まず自分自身を愛する努力をするべきだと思う。自分を愛せないのに人に好きに好きになってもらおうなんておこがましいことだと思うんだ。自分のことを許し全て受け止める、それが愛。 Love is real、Love is just now, Love is around, Love is real, Love is just now, Love is alive, Love is you.